武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは愛媛大学の小論文の勉強について話していきたいと思います。小論文ですが、2016年の過去問基準で話しますが、まず教育学部、こちらが時間90分で大問が1題ですね。で、それに対して学校教員養成と特別支援でそれぞれ問題が分かれております。で、問題の内容自体は、まあ、与えられたテーマに対して、自分の意見を基本的に述べるという問題と、その意見をもとに、まあ、自分の経験などを踏まえて、様々論述する内容、まあ、これが800字程度求められる形で、まあ、トータル1000字超える程度の論述をする必要があります。で、特別支援についても、まあ、その設問のされ方が特別支援の観点からという部分で回答するような形、まあ、教育と特別支援でそれぞれその学部学科の視点から要求されるような形です。で、これに関しては小論文の書き方さえちゃんと練習していれば、まあ、自分の意見を書く形式になりますので、まあ、その意見とエピソードがあるかどうかということで、小論文に書き慣れているかどうかという点で、どちらかというと推薦入試の小論文に近いような形にはなります。なので、まあ、歴代の過去問を見てですね、それに対して自分なりに意見を考えて書く練習で、字数をちゃんと作る、まあ、小論文の設計ですね、回答の設計をちゃんとして字数内に収める練習をしておきましょう。参考書としては、まあ、小論文の完全攻略本と、まあ、田村優しかったら小論文やった上で、まあ、小論文の完全多分の人文などをやって、こちらで、まあ、お題に対して字数でまとめる練習と自分の意見をそれに付加して書く練習というのをやるように心がけてください。はい、そして2つ目が医学部の看護学科ですね。前期では看護学部、医学部の看護が出題されております。で、時間60分で大問1題で、構成としては割とその小論文と、まあ、現代文的な設問のミックスというか、内容説明、文中の言葉を用いての内容説明と、あと自身の体験を踏まえての考えを述べる問題ですね。まあ、筆者の考えを踏まえプラス自分自身の意見を付加させていくという形です。で、これに関してはまあ小論文の書き方さえ練習していれば十分対応できますが、内容説明の問題が数題出るプラス400字論述なので、時間はちょっと大変かなと思います。で、本文結構読み込まないといけない形にはなっていますので、まあスピードを意識した練習がいるでしょう。で、参考書としてやっていくものとしては、まあ、要略練習という意味で現代文読解力の開発講座仕上げた上で、田村に優しく取る小論文、小論文の完全、攻略本、そして、小論文の完全ネタ本の、まあ、医療系ですね、こちらを、やっておくと、いいかとは思います。以上が小論文の勉強となります。